287軽電車は、西日本旅客鉄道の直流特急系車両である。特急、木の先や、コウノ野リなどの、北、近畿ビッグ X ネットワークで運用されている183、軽電車の老朽化に伴う置き換え用として、4両、編成7本と3両編成6本の、計46両を、約80億円をかけて導入することが発表され、 2011年3月12日のダイヤ改正から運転を開始した。また、南紀方面の特急、黒潮用として、6両編成6本と3両編成5本の計51両も製造が発表され、2012年3月17日のダイヤ改正から営業運転を開始した。車両の製造は、川崎重工業、近畿車両が担当した。 2009年6月1日から特急サンダーバードで営業運転を開始した6 8 3系4 0 0 0番台の設計思想が踏襲されており全電動車編成とすることによって車両お構え体の共通化によるコスト削減が図られている具体的にはパンタグラフ搭載スペースは全車種に2カ所ずつ設けられたほかどの車種にも 車両を制御装置、空気圧縮機、蓄電池を搭載できるようになっている。オフセット衝突対策として、近郊型の2 2 5系に続き衝撃、吸収構造を採用した。車体配色も6 8 3系に準じているが、客室側総下部のラインカラー体については、北近畿方面用の車両は、 北近畿で馴染みがあり、沿線の緑豊かな地域に生えるダークレッドを、黒潮用の車両は283系で、すでに採用されている、オーシャングリーンを、それぞれ採用している。ちなみに、683系2000番台を、海板、直流化した289系のラインカラー帯についても、本系列同様に、北近畿方面美容は、ダークレッド、黒潮用は、 オーシャングリーンとしている。車内チャイムはダークレッド体がサンダーチャイムと呼ばれているチャイム。オーシャングリーン体は 283K と同じである。681K と同じ旋律のミュージックホーンが引き続き採用されている。パンタグラフ 125K や 321K、225K で採用された。 0.5M システムと呼ばれる運転に必要な機器類を一両にまとめて搭載する考え方を基本とし、すべての車両が電動車である。そのため、全車両に車両制御装置を搭載するが、終電装置、空気圧縮機の有無によって287型と2 8 6系の区別を行っている。電源、制御機器車両制御装置は、 東洋電気製造と東芝が製造を担当した。主回ローブは、イグブと素子による2レベル、電圧型 PWM インバータ1機で2機の電動機を制御する、いわゆる 1C2M 構成の VVVF インバータを搭載し、速度センサレスベクトル制御及び、純電気ブレーキに対応している。これに対し補助電源部は参照、交流4 4 0ト 75区場の容量を有している。主回ロブと同じくイグブトを用いた2レベル、電圧型 PWM インバータを CVCF 制御し、他社の補助電源部と並列運転を行うことで、故障時の編成全体での上調性を確保する設計である。終電装置は、シングルアーム型の WPS28C を採用し、 クモハ287モハ287型5くらい、よりに1機搭載を基本とする。バネ上昇、空気加工式で電磁鍵外し装置及び、上昇検知装置を備える。北近畿方面の特急列車用として落成した3両編成の一部と4両編成では、各車あたり2機搭載されるが、それ以外の編成では各車あたり1機搭載されている。なお、 中間車両では、終電装置の関節を車短足に向けているが、戦闘車両の場合は、木の先温泉型に向けている。主電動機は、センサレスベクトル制御を採用した1時間定格出力 270kW のカゴ形参照誘導電動機が1両、あたり2機搭載されている。電動空気圧縮機は、223K2000 番台などの、 実績である除湿装置一体型の低騒音系スクリュー式 WMH3098WRC1600 を採用し、モハ 287K、クモハ287型に一機搭載されている。車両情報システムとして3 2 1百2 2 5系と同様のデジタル転送装置を採用した。伝達速度の高速化。 高容量化を図っている。空調装置は、集中式の w ウ w 7 0 4 e が1両あたり1基屋根状に搭載される。冷房能力は 39000kcalH ロロであり、フロン規制対応冷媒を使用している。台車、WTR249A 台車台車は、225K や 683K4000 番台をベースとした。 軸張り式、ボルスタレス台車を採用し、部品共通化及び正メンテナンス化を図っている。2 2 5系に順じて、バネボーブの強化構造の採用や、正メンテナンス化を図るための速度発電機の非接触化、ワンタッチカプラ化された空気ホースを採用するとともに、乗り心地改善のために6 8 3系と同等のアンチローリング装置を搭載する。 0.5M システムを採用したことから、一両あたり、電動台車と付随台車を一台ずつとしている。ただし、先頭車両の付随台車に関しては、駐車ブレーキを備えた WTR249A を装着する。基本的に、電動台車を後くらいに、付随台車を前くらいに装着するが、雨天時の車輪粘着を考慮し、雲波286系。 クモロハ286型のみ、台車配置が逆となっている。基礎ブレーキは、電動台車が、踏み面ブレーキ、付随台車が、踏み面ブレーキと一車軸あたり2枚のディスクブレーキの、併用である。低重心設計により曲線通過性能の向上が、図られている6 8 1百八十三系をベースとしていることと、製造コスト削減の目的から、 3 8 1系と異なり振り子機能は搭載されていない。曲線通過速度は R イコール400メートル以上で最大本速時速15キロメートルと振り子式車両より時速10キロメートル程度低く設定されており、これにより黒潮では3 8 1百2 8 3系と比較して約3から6分程度所要時間を多く用している。 その他装備連結機は一編成を一車両として運用する考え方を基本としたため、中間連結部は半永久連結機を使用している。先頭車運転台よりの連結機は、電気連結機、自動解決装置を備えた密着連結機である。保安装置は、申請当初から ATS-SWATS-P に加えて EB 手装置。 映像音声記録装置を搭載する。ATS 制御装置は、従来の ATSP 制御装置を小型化し、ATS-SW との機能集約を行った ATSP3 制御装置を新設計した。客室内に LED 式の車内案内表示装置が設置され、グリーン車の前席と普通車の車端部座席に、モバイル機器などの使用に対応したコンセントが、 設置されている。3両に2両の割合で便所が設置されている。そのうち、編成中に1箇所、女性専用トイレが設けられている。さらに、バリアフリー設備として、多目的室や車椅子スペースが編成中に1箇所、設置されている。座席は6 8 3系4 0 0 0番台に準じた、回転リクライニングシートを採用し、グリーン車は、 茶色表地の1プラス2列配置で 1160mm ピッチ。普通車は青色表地の2プラス2列配置で 970mm ピッチで展開する。上高扉は原則として後くらいに 690mm の引き戸で1箇所としているが、車椅子スペースが設置された車両については、前くらいに 1000mm の引き戸を追加し2箇所となっている。また、 乗降扉には、ドアチャイムが設置されている。原則として、マイズルは、付属編成での運用、他は、基本編成での運用となり、マイズルは、すべての運用で、綾部京都間、木の先やるいは、橋立てと並結される。また、多脚機を中心に付属編成を連結した7両編成で、運転されることもある。しかし、河野鳥の一部において、 付属編成のみの定期運用もある。投入当初は、社内販売に対応するため、社内販売用設備を備えた、も、oh、は287型200番台を連結する。付属編成は、北、近畿ビッグ X ネットワーク用と異なり、繁忙期以外は運用されず、また編成も、同じことから、口述のように、北、近畿ビッグ X ネットワーク用の代用として、 使用されることがある。基本編成のみの6両編成で運用されるが、京都白浜間では付属編成を連結して9両編成となる場合もある。白浜駅新宮駅間での運用は2015年10月31日から、2016年4月1日現在の配築所と運用線区は以下の通り、福知山電車区には四両編成7本、三両、 編成6本の合計46両が所属している。2010年11月29日に、最初の編成が、近畿車両を出場し、試運転を行った。その後、東海道、山陽本線向こう町奏場、網干駅間や、山陰本線京都駅木の先温泉駅間、北近畿単語鉄道などで試運転が行われた。 2011年2月15日には4両編成が、同年2月22日には2編成が、近畿車両を出場し、試運転を行った。2011年3月12日のダイヤ改正で、25両が以下の列車で営業運転を開始し、同年6月1日に21両が追加投入された。2016年3月26日のダイヤ改正で、 福知山電車区の289系の運用が、河野鳥に集約されたことに伴い、木の先と、橋立と、舞鶴の JR 西日本所属者は、すべて本系列に統一されたである。2018年3月17日のダイヤ改正で、木の先、橋立各1往復が289系の運用になり、河野鳥の本系列の運用が2往復から5往復に増加した。 2019年3月16日のダイヤ改正で、コウノトリの本系列の運用が5往復から6往復に増加し、木の先の本系列の運用が9往復から8往復に減少した。パンダクロシオ使用の HC605、編成すい総合車両所ひねの支所には、HC 編成として6両編成6本と、3両編成5本の計51両が所属している。 2011年8月に第一編成が落成して、同年9月28日から試運転が行われた。2012年2月29日には3両編成が、川崎重工業を出場し、試運転を行った。2012年3月までに6両編成3本、3両編成2本が配置され、2012年4月から7月に、かけて6両編成3本、 三両編成三本が追加配置された。2012年3月17日のダイヤ改正より、12両が黒潮の四往復で営業運転を開始し、同年6月1日に9両が追加投入された。2015年1月には、HC631 編成が福知山に貸し出され、コウノ野リの運用に入った。 2015年10月31日より、黒潮の3 8 1系が2 8 9系に置き換えられたが、2 8 9系は従来の2 8 7系の運用を担当。これにより2 8 7系は従来の3 8 1系の運用を担当することになり、白浜駅新宮駅間での運用を開始した。 2017年8月5日に HC605 編成がアドベンチャーワールドの風景をラッピングしたパンダクロシオスマイルアドベンチャートレインとなり臨時列車クロシオ95号として運転を開始した。同年8月6日以降はクロシオの定期列車で運用を開始した。なお、運行期間は当初は2019年11月までの予定だったが、 あとに2023年冬まで延長された。2019年12月には、HC601 編成が、同様のラッピングとなり2編成での運行となり、3 6 2 5 2 6号に投入されている。さらに2020年からは、HC604 編成が、パンダクロシオ、サステナブルスマイルトレインのラッピングとなり、 同年7月23日から運行を開始した。ありがとうございます。